どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日も藤夏カップ、残りベスト8もあと2試合となってまいりましたので、早速実況解説藤夏健でお届けしていきます。手前 KK プロさん、藤夏さんと愉快な仲間たち所属、そして奥が、バグって消えておりますがタペアラマスターさんとなっております。さあこの注目の1試合、まあ、KK プロさんというとね、あのロカランでもだいぶ上位にいってますので、まあ、優勝候補の1人と、されておりますよね。さあ、まずは、こちらタイガーで攻めてきましたね、タペアラマスターさん。そのタイガーに対してキツネを当てていきますが、そこに冷静に、ファイヤーボールを当てていきました。さあこれちょっとまずそうだが、ここはビッグショットさんで難を逃れます。さあお互い初手ではゴールは決まりませんでした。ここでカバーを出していく KK プロさん。さあこのカバーにフェイクボールを持たせたいところでしたが、そのままカバー進撃していきます。しかし、今のは地雷がうまかったですね。地雷を、爆発させて、でターゲットを変えさせてフェイクボールを持たせると、非常にいい防衛ですね。そして現在 KK プロさんのあの地雷の位置がですね、ちょっと事故が起こりやすい位置となっておりますので、あそこはちょっと気をつけないとまずいですね。ボールを持った小田抜きとかが、ゴール付近に来ると、爆発した勢いでね、ゴールに入ったりとか、そういったこともありますので、なるべくならね、このゴールキーパーがいるサークルの中に、地雷はない方がいいですかね。さあそしてカバー行きますが、これもまたフェイクボールにターゲットを取らされてしまいます。しかしカバーが、奥の方まで進んでるんでね、ここで、早めにパスができればまだ、体力的にはゴールまで行けるかなといったところですね。さあここをまた地雷で抑えていきます。さあ KK プロさんのデッキはですね、以前僕の動画の中でも紹介させていただきましたが、カバーで呪文を枯渇させて、その後に、ボムキツネを決めるみたいなね、そういう戦法も取れるので、やっぱり KK プロさんのデッキはいろんなこのバリエーションがありますよね。さあ犬パンダでゴールを狙っていきますが、この距離だとね、ちょっとさすがに入らないかなといったところですかね。さあ、フェイクボールがね、やっぱりこのタペアラマスターさんうまいですよね。いいタイミングで、フェイクボールを出していきます。さあここはどうだ、カバーがまっすぐ進んでいきます。さあフェイクボールとともに歩いておりますが、さあまずは地雷で押されますが、ここはどうだ、まだカバーがいけそうだ。そしてファイボで押し込む、しかしビッグショットさんのタイミングが素晴らしかったですね。さあそしてフェイクボールにターゲットを取っている間にタイガーが逆サイドに決めていきました。いや KK プロさんもですね、一筋縄ではいかないですよね。今のも完全逆サイドスコンって入るところだったんですが、キツネなどで抑えていったんですが及ばずといったところでしたね。さあそしてカバーにボールを持たせない、この戦法が非常にいやらしい。さあしかし今回はカバーがいけそうだ。さあどうだ、残り9秒、いけるのか、押し込むのか。さあしかしながらビッグショットさんで難を逃れました。さあ最後のキツネにファイヤーボールを当てていきますが、ここは届きません。まず BO31 本目制したのはタペアラマスターさんとなりました。さあ2戦目見ていきましょう。ちなみにタペアラマスターさん最多トロフィーは4400ということで、まあ注目されてなかったですが、まあ3回戦勝ち上がってきてね、これはちょっとダークホースとなり得そうですね。さあ、まずは犬から出していきます。それを小田抜きで奪っていきます。小田抜きもほっとくとね、このまま入ってしまいがちなんで。さあここは、ストンパルー出していきましたね。あ、KK プロさんデッキ変えてますね。ちょっとフレバトのレベルだと、カバが刺さりにくいと、踏んだんでしょう。さあここはどうだ、いいカウンターの形で入りそうでしたが、ここは地雷に爆発させられてしまい、ストンパルーやられてしまいます。さあここはどうだ、危ない危ないところだったがセーフ。キツネに対してのファイヤーボール、非常に的確に打ってきますねタペアマスターさん。タイガーに対しては、まあ、呪文で抑えるよりは確かにキツネで抑えた方がね、アドが取れるのでね、有効かなとは思いますけれどもね。さあこのタイガーからクリアできるのか、あーっとこのタイガーに今ビッグショットさんが当たらなかったのがちょっと痛かったか。さあどうだ、ここは難を逃れましたね。よかったよかった。さあそして、ストンパルーがまだゴールを脅かしていきますが、ここはまだフェイクボールなどなどがないので、ちょっとストンパルー単体ではね、なかなか決まりにくいかなといったところですかね。さあこの犬パンダの形、さあ
パスカットからのうまい、非常にいい角度でのボムキツネが決まっていきましたね。やはり自陣でキツネがボールを持ってそこにボムを重ねる、これが非常にいいかなと。さあもう1点取れそうだったんですが、ここはうんこで防衛していきました。タペアナマスターさん、この辺も非常に落ち着いておりますね。さあそして地雷を地雷で処理していきました。さあフェイクボールにターゲットを取らせてる間に ストンパルが1点決めていきました。さあこれで2点差となりました。さあここはちょっと残り1分に入ってね、2倍タイムになってから、逆転勝利を狙いたいタペアラマスターさん。さあ犬パンの形、これ綺麗だぞ。あーしかしながらなんかね、パンダにブレーキがかかるときかからないときあるんですよね。今かブレーキかかってないタイミングだったら入ってましたね。さあそして小田抜きなどなどで、押していきますが地雷に阻まれてしまいます。さあストンパルはこれなかなか狙い続けるぞ。さあいいタイミングで5を狙っていきましたが、ここはタイミングがちょっとずれてしまいました。さあそしてビッグショットさんで難を逃れ、さあ、タペアラマスターさん地雷がねかなり多いですね。さあこの地雷の数があるのでキツネもストンパルーもちょっと出しづらいって感じですね。高回転で回してこのレジェンドデッキというんですかね、まあストンパルーもキツネも地雷に弱いので、ちょっと地雷が巻かれているとちょっときついって感じはありますよね。さあしかしながらここは綺麗に守っていきますが、2点差はさすがにひっくり返らないということで BO32 本目は KK プロ選手が取っていきました。さあ勝負は BO33 本目に持ち越されます。さあ始まりまして、これ初手何でいくんでしょう。ファイボパンダ、ファイボパンダが決まらない、今のはですねタペアラマスターさん意表をつかれた感じだったんですが、特にね何もユニットを出さずに、ゴールができずといった状態だったんで、KK プロさんのファイボがもうちょっと、横にずれていればキーパーが完全にね横にずれていったので入っていたかなといったところでしたかね。さあここはボムを、使用させたので、まあ、まあの感じですね。まあまあの互角の別れといったところですかね。さあこのパンダもほっとくとまずいんですが、ストンパルーを出した時の突進ダメージで抑えていきましたね。さあそしてフェイクボール、このフェイクボール、ストンパルーに対してフェイクボールを出すとですね、意外とフェイクボールがすぐゴール決められたりもしますので、なかなかねこう防衛としてのこのフェイクボールはなかなか厳しいところがありますね。うまい、いいタイミングで出しましたが、ここは、今のボムギツネはですね、おっとこれ反撃が決まっていきました。さあミリ残りのパンダがお仕事をしましたね。そう今回ねボムキツネが下方修正されたことによってユニットに当たるとね、昔はまではユニットごと、ゴールにぶち込むことができたんですけども、今はキツネが、ボールを離してしまうような仕様になってしまったので、ユニットがいない方向に飛ばさないといけなくなったんですよね。なのでそういう意味ではかなりボムキツネも、精度がね、精度というか、いつでも決めてやれるっていう感じの技ではなくなってしまいましたよね。さあそして犬パンダの形作っていきますが、ここはフェイクボールで抑えていきます。さあ惜しかったですね、今フェイクボールがなかったら入ってましたね。さあ現在 KK プロさんのフェイクボールずっとキーパーのターゲットを取っておりました。そして今押し込みファイアボールもなかなかいい狙いだったと思うんですが、ここはちょっとタイミングがずれてしまいましたね。今のあわよくば入れだったんですけど、さあそして奇跡的なタイミングで地雷が爆発しましたが、ここは点数にはなりません。さあ2点目取られるの苦しいぞ。さあどうだ、どっちが先だ、おっとファイヤーボールがストンパルに当たってしまう、ストンパルはファイヤーボールを当てられてしまうと一発でやられてしまいます。さあそしてこれ、あーっと反撃の形、KK プロさん2点ともにボムギツネを試みての反撃の形で点を取られております。そうなんですよね、ボムギツネ言うて7コスト使うのでリスクはあるんですよね。その後の防衛が手薄になってしまうので、こちらね、ボムギツネを外してしまった後なかなか大変になるんですよね。さあこれどうだ、ストンパルーが攻め立てるが、さあどうだ、入っていきません。さあ残り2点、まあ、5秒ありゃ1点入りますんで、まだ可能性はある、まだ可能性はある。さあ1点返していく。さあどうだ、残り5秒、何かしらが起これば、まだ同点には持ち込める。さあ惜しい、
惜しいですね、最後のあの地雷とともにの、ゴールを狙うの、あれ本当にボール1個分ずつ入ってますからね。さあということでベスト8、残る1試合となりました。サトシさん対モヤシンダシンさんの、試合見ていきましょう。モヤシンダシンさんはですね、YouTuber でございまして、 YouTube の、ね、ためになる動画なんかも上げております。最多トロフィー7229、モヤシンハウスのリーダーでございます。そしてサトシさんの方も、モヤシンハウスの方でございますんでね、これ同じクラブでの戦いとなっております。さあサトシさん、ボムギツネがいきなり決まっていきました。これ壁ぶつけ、壁にぶつけるパターンのボムギツネはですね、この大砲を避けたり相手のファイヤーボールを避けたりするのに非常に最適となっております。さあそして無人のゴールにモヤシンさんがパンダをぶち刺していきました。さあ1対1ですね。まだ非常に互角の流れといったところでしょうか。さあ、ここからはちょっとお互いに地雷だフェイクボールだを撒いてちょっと落ち着いた感じですかね。まあ若干危なかったですけどね。さあ、そしてこのフェイクボールを今ゴールしたのはかなり大きいですね。さあそして大砲を、今タヌキでねちょっと前に押したことによって大砲のダメージがキーパーに入っていきました。さあここはどうだ、危なかったがタイガーにボールがちゃんと無事に渡りましたね。さあこのファイボは、キツネに当たっておりません。ダメージは受けております。さあすごい、サトシさんが地雷に向かってまっすぐ飛ばしたものが地雷でちょっと反射して、ボールがあんなもん止められるかいっていうやつでしたね。さあそして犬パンダも綺麗なタイミングだったんですが、なぜか最近パンダが止まる仕様になっておりますので今の犬パンダは入りませんでした。そうなんですよね、この犬パンダのパンダがちゃんと滑るときとボールにターゲットを取るとどうやらブレーキするシステムになってるっぽいので、ここちょっと難しいところですね。さあ、タイガーに地雷を当てていくサトシ選手。さあまだ1対2なので、全然わからない状態でもう間もなく2倍タイムに突入しようとしております。さあサトシさん、ビッグショットさんを外してしまいますが、ここで犬パンダが綺麗に決まっていきました。さあ BO31 本目はモヤシンハウスの、まあ、2人ともモヤシンハウスですが、サトシさんが取っていきました。リーダーを超えることができるのか、注目の一戦ですね。さあ現在後がないモヤシンさんはデッキ変えておりますね。カバデッキですね、カバプラスの、スナイパーウルフにフェイクボールを出していくみたいなね、あのスナイパーウルフとフェイクボールの組み合わせもなかなか凶悪なんでね。さあここサトシさんはまあキツネで守っていきたいところですが、まあそうですね、ボムが来ますね。しかしまあまあ守りましたね。あっとこれは取られてしまう。どうだ、地雷で守っていく、素晴らしい。サトシさんいい防衛を見せました。さあそしてフェイクボールスナイパーウルフの形を作っていきますが、ここは犬で綺麗に防衛していきました。サトシさんも落ち着いておりますね、いい防衛でした。さあフェイクボールが、相手陣にあるので、とりあえずターゲットは取られない状態ですね。さあ、フェイクボールが今そのままゴールしてしまいましたね。ちょっと もったいなかったかなといったところですね。さあ、ここはキツネで反撃をしていきますが、ボールを持つ前に、ボムをぶつけてしまいました。さあ今のもちゃんと狙えばカウンターボムがいけるかなといったところだったんですが、キーパーが復活してしまいます。さあサトシさんは犬パンダの形を狙っていきますが、フェイクボールにすり替えられてしまいます。さあフェイクボールすらゴールができない。このフェイクボールゴールできてるかどうかでね結構違うんですけどもね。さあこのタイミングでカバーを出していきます。まあカバーに対してはね、そうですね、この地雷とビッグショットさんがあるのでまあ大丈夫かなといったところですけどもね。さあ、今回は相手に、ファイアボールがないのでキツネで守れるかなといったところですが、ここは、ビッグショットさんで今守っていきましたね。さあこれいいタイミングでしたね。今のパンダ非常にいいタイミングで出しました。ほっとくと今地雷がなかったら入ってたかもしれないですね。さあまだチャンスはある。さあ、お互いに、防衛していきました。お互い防衛が綺麗ですよね。でもベスト8ぐらいになってくると本当にあのお互いが防衛ちゃんとしているので、その3点取って終わるみたいなことはなかなかないですよね。さあそしてカバーで攻め立ててくるフェイクボールにすり替えようとしますが、ここはすり替えられない。あっと危ない、今のパンダに対する大砲の出し方が非常にうまかったですね。さあうまい、今のビッグショットさんで、ファイアボールまでカットしていきましたね。さあいいタイミング、いいタイミングで犬パンダが決まっていきます。さあ先ほど大砲でのファインセーブがありましたのでまだ1点ですね。そしてキーパーが、いない間に、小田抜きで入れていこうとしましたが、ここはキツネで守っていきました。さあ2体目のうまい
さっそうと出てきたパンダ、犬パンダの精度が高い。いやー素晴らしい。これで、2対0ということで、ここからの逆転は厳しいでしょう。さあということでベスト8最後の試合はサトシさんが、準決勝進出決定しましたということで、この後ベスト4が出揃いましたのでベスト4決勝と、この後も実況解説藤夏県でお届けしていきたいと思います。面白いと思った方チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。